よし、これやつと話したね。どうなるか。ああ、ご飯ちなが、まあ、やっぱり。ああ、これはアジトか。あ、これはバレットか。子供じゃねえんだ。じっと知ってる。このハゲと、あの、新郎新聞の番、豪快見たかい。一番、まあ、この爆破のテレスコは、サランに潜んでるらしい。しかし、マコロ、ロー爆破と考えたような、リーダーは差し詰め、頭の切れるやつだな。次は何やるんだろう。うん、まだ列車の非常警備体制には、行動、移行、移動かな、してないみたいだな。明日はそうはいかないだろうけどな。デブ、ウェッジか。アバランチで目を上げて、いつか俺だって、す。なんだろ、その点々が。ねえ、クラウド、一緒に見ない？ニットダラ列車、ローセンズ、ディスプレイ、二人で見ればきっと楽しいと思うの。私説明してあげるわ。逃げるね。私、こういうの好きなのよ。爆弾とか、燃えた画面とか、ハイテク関係。よし、テイクします。OK。さあ、始めるわよ。これは女かな？女子。これがマコトシミッドガルの全景フレームモデルで、スケールはだいたい1分の1万かなってところかな。それとも1万の1かな。上のフレームとはそうだな、1万の1かな。上のプレートは地上から約50メートル離れているの。プレートの支配でるのは中心の大きな C 州と各に建てられた柱は機械塔とも呼ばれているわ。ひそひそ爆破した一番マコロが人の外れにある。そこから順番に兄さん一番マコロまで八つのマコロがミッドガルの電力給給を控えているのに、それぞれの町には名前もあったんだけど、ミッドガルに住む人は誰も覚えちゃいないわ。名前なんかより番号で呼ぶの。そういうところなのよ、ここは。ふう、次はこれ、ほら見て。私たちが今乗っている列車のルートがこれよ。プレートを控えている大きな柱に、断節かな、建設上でにレールが吸っているの。今は柱のちょうど真ん中あたりの各数かポイントには ID 検知エリアが設置されているの。乗客すべての身分や何から全部信号を見るの。ホストコンピューターと連動してチェックされちゃうわけよ。いそいそ私たちはどう見たって風番人物だから、店の ID で通過しているの。
噂をすればね、うん、この怒りが IP 検知エリア進化のサインだ。いそいそ暗くなるから時間が多いのよ、うん、時間が多いのよ ID 検知エリアは。まあそれはさておき、もうすぐ地上に帰れるってわけ。なんだかホッとするね。あ、そろそろから列車出るか。あ、おかしいか、まだ。え、頼みますよ。僕のお客さんの迷惑になりますから。え、そうか。ジェシー、デブジン、ウェイジ君、目がチカチカしたっす。俺、暗いのダメっす。苦手っす。ジェシー。そうだ、クラウド。今度私の手作り作品をプレゼントしちゃおうかな。遠慮しとくよ。楽しみにしてるよ。じゃあ、どっちでもやりましょう。まず、一番ね。そう、きっと後悔するかもよ。私、時間と念を持つタイプなの。ね、それだけね。もうすぐ駅には、若くね。近く若くするか、聞くか。クラウドいっぱい話して、燃えたわ。私、ソンカさんに、ヒーラーするよ。じゃあ、俺のプレゼント。はい、楽しみにしているよ。ドンジャー、腕によりをかけて、ドッカーンと制作するわ。もうすぐ駅に着くね。クラウドいっぱいやのし、捨てろよ。ね。俺のプレゼントは、どうか。スース、スー、むにゃむにゃ、バレティバッテンじゃねえ。見ろよ、地上が見えてきたぜ。昼も夜もね、俺たちの街がよ。ミュートガルのプレートさえなくやな。でっけえ、それが大画面のいいな。よし、そろそろこの列車から出ろ。出れます、出れる。空中に浮かぶ都市が、都市が。落ち着かない風景だな。風景かな、景色かな、風景かな。ああ、あんたがそんな風に感じるとはな。意外だぜ。上の世界、プレート都市。あの腐ったピザのせいで、チートの人間がどんなに苦しんでることか。シートの世界は今じゃ、消され、汚された空気のたまり場だ。おまけに、マコロはどんなエネルギーを組み上げちまう。おかげで、土地は空で、一方が空気をきれいにする力もなくしちまった。どうしてすらないんだろう。さあな、金がないからだろう。いや、そんとも。どんなに汚れていても、地べたが好きなのかもな。わかってるさ、好きでスラムに住んでるやつだ。みんなこの列車と同じ地下れたレールには逆らえないんだ。よし、もう少し、そして次の町都市とか行ける。まあどんどん進んでるね、このゲーム。でもこれはディスク1、まだディスク2と3、かなり長いこのゲーム。でも進んでる、それは良かった。
まあ家のバイハズ口は何時間かかっただろう。19時間かな。ああそうかな、わからない。でもそれも長い。だからこれも長いかどうかどうでもいい。子供の頃このゲームを完了しなかったから。おお、みんな集まれ、やりたいね。完了したんか、これは。こんにちは。長い間駅へ押してますとね、いろんな人生の場面を目撃することになります。出会い、別れ、喜び、楽しみ、少々のことじゃな、じゃあ驚きません。これもはしご、謎のはしごだ。意味ない。こっちはまない。よう、クラウツさんよ、あんとも聞いとけ。はい。じゃあ、今回の作戦は成功だ。だがな、気を抜くなよ。本番はこれからだ。あんな爆発でビビるな。好きはもっと派手にかますよ。ぞ。アジトに集合だ。行くぞ。よしよしよし。このやつらと話しましょう。今夜は返さない。ねえ、どっかで休んでいこう。でもこの辺り、列車、酒場、キーパー、企業しかないし、お化けで売っているし、しまった。それだけか。同じか。しまった。いや、こっちは何かある。何かあるかな。報酬とか。ケーキ。このハンナ、もうめんどくさい。このハンナ、ペッキーハッキー。そうだな。あの子供の孤独のゲーム完了しなかった。今にはつまらなかった。あの飛行機のやつまでまだディスクにじゃない、ディスク1だけやった。このゲームで楽しい。そっち、こっちも行ける。何かあるか。多分後でこっち来るね。とりあえずアジット行きましょうか。よし、次のセーフポイントはどこだろう。これアジット、こっちか。よし、セーフポイント見つけた。誰？ちは。貴様、何の用だ？この俺が何者か知らんわけないだろう。ここから先は立ち入り禁止だ。俺はここで、お前みたいな、ウロジャを、おっぱらケチな仕事をしてるの。わかったらさっさと失せろ。さすが先輩。おお、無駄口叩くんじゃねえ。でも、じゃあこのやつ、こんにちは。すみません、こっちから。さっきは勝ち受け虫なんですが、こんな感じでいいでしょうか、先輩。もっと堂々とするか。でも、そっか。じゃあ、左のやつ、なんだ、シニリかな。あの、右やつは、先輩、なんだ。経験がある、バンジー。お前誰？おっと、なんてことを。邪魔しないでくれよ、たぶん。あんたはもう見に来たのか。上で爆弾テロがあったんだよ。この柱が吹っ飛んだら、このスラムも終わりだからな。このところ覚えてるかな。まあ、心配するだけ無駄だったな。なあ、見てみろよ。いつ見ても、どうでかい柱だな。そうだな、この柱覚えてる。ボス戦かな。あの柱の上で。そうだな、だいたいこのところの後、俺はやめました。
あんまりこのゲームあまりやられなかったね。今回完了したいんだけど、終わせられたい。ほらなんだか素敵で不思議な場所だろ。俺の場所だが、たまには見に来てもいいぞ。やな兄弟ガキか。おいクラウド、こっちだ。まあとりあえず本物の整理取りましょうか。ピーン、セーブします。時々本物のセーブがいいかな。ほら偽物もいいでしょ。よし、1時間11分かな。かなり時間かかったね。とりあえずそれでいい。はい、お疲れ様です。